7月21日、松山市道後湯の町の大和屋本店で、片岡鶴太郎版ボイスポリスの完成披露セレモニーが行われました。愛媛県警では、県内で多発する特殊詐欺被害を抑止するため、利用者を感知すれば自動で注意喚起音声を再生するボイスポリスを配備しています。今回はさらに県民に気をつけてもらおうと、愛媛にゆかりのある片岡鶴太郎さんの声で注意喚起を促すボイスポリスが制作され、そのお披露目のセレモニーが開かれました。それではどうぞ。片岡鶴太郎です。愛媛の皆さん、ATM で還付金は受け取れませんよ。振り込め詐欺に注意してください。鶴太郎さんは、愛媛は第二のふるさと。お世話になっている人たちがお金を取られてしまうのは忍びない。特殊詐欺犯は巧妙な手口で近づいてきます。くれぐれも気をつけてください、などとコメントしました。昨日現在にはなりますが、愛媛県内では66件、約2億400万円の被害を認知しております。被害者の約半数を高齢者の方、65歳以上の高齢者の方が占めている現状になっております。ボイスポリスにつきましては、県内のスーパーなどの無人 ATM コーナーに配備する予定となっております。そのためですね、ATM コーナーを利用される高齢者の方の視覚と、あと聴覚に訴えることでですね、被害を水際で阻止できたらと考えております。特殊詐欺の電話はですね、いつ誰にかかってくるか分かりません。いざ電話があったりですね、身に覚えのないメールが届いたときにはですね、一人で判断することなく、ご家族、警察、誰かに相談していただいてですね、被害に遭わないように気をつけていただいたらと思います。片岡鶴太郎版ボイスポリスは、8月以降順次、県内40カ所に配備される予定です。